マルコおいでー、マルコおいでー、マルコおいでー。はい、マルコさん来ましたー。はい、マルさん来ましたー。はい、というわけでね、今ねお風呂上がりなんですけどね、我慢できずに一本ビール飲んじゃいました。マルコ飲んだな。はい、というわけでですね、チャンネル登録者数5000人いくまでね、マルコさんの登場はありませんって言ってたんだけど、行ったんで、ついに5000人行ったんでね、マルコさん登場しちゃいました。マルコさんも大喜びで、なぜか僕をペロペロ舐めてきてますね。マルコもね、嬉しいんだな。あるな。ある嬉しいな。はい。というわけでですね、5000人行きました。皆さんありがとうございます。はい。ということで、これから YouTube とかね、もし始める人とかいたらね、ね、頑張ってもらいたいなと僕も思うんですけど、ね、本当100万人とかね、すごいいっぱい登録者数いる人いますよね。芸能人とか、有名な人だと、そら行きますよね。うん。まあ、で、5000人って言うと、まあ、大したことないって思う人も多いとは思うんですけど、なんて言うんですか、今言ったように、有名人とかね、芸能人だとか、まあ、どっかの社長さんだとかね、なんか、いろんな力が働いてる人とか、イケメン、すげえイケメンだとかね、モデルの人とかなんかね、だったら、まあ、行きますよね。まあ、5000人ぐらいちょろいですよね。もう本当に始めた次の日ぐらいには行ってると思うんですけど、例えば僕の場合だと、イケメンでもなく、もうただのおっさんって言うと、あれか、差別用語じゃないですけど、ただのおじさんで、全くイケメンでもなく、変な顔してて、まあ、別に社長でも何でもなく、ただのそこら辺にいる、もう本当に単純なおじさんなわけですよね。何の特技もない。それでも、5000人いけるんですよね。うん。いや、もちろん5000人ちょろい人もいっぱいいますけど、本当に普通の人以下の僕でもいけるんですよね。で、なんでいけるかっつったら、まあ、やっぱり、続けれる。継続。努力を続けるってとこだと僕は思うんですよね。うん。だから、まあ、ね、これから始める人で、まあ基本皆さん僕よりスペックはいろいろ上だと思うんですよ。まあ顔にしろ、トークにしろね、何にしろ社会的地位にしろ、顔のね、完成度にしろ上だと思うんですよ。だから、皆さんも少なくても5000人は行くと思います。ただ、努力はしないといけないっていうことですね。ただ努力すれば絶対行きます。僕でも行けたんで。はい。ね、丸右手伸ばしてんな、なんかな。丸子。丸子が舐めてベッド行ったらもう一回丸俺風呂入るわ。丸子、お病気になると悪いからさ。丸さん目つぶって眠いみたいですね。あ、丸子手があったかい。肉球がすごいあったかい。これマルさんね、人間の赤ちゃんと一緒で眠い時こうなんですよ。で、眠かったり甘えてる時マルさんは手をね、舐めてくんですね。僕の手なりなんなりね。マルさんも5000人いて、ちょっと興奮してるみたいですね。マルコ、お前の活躍もあったからな。ありがとうな。明日はマル牛肉買ってくからな。マル。松坂牛とかそういうさ、ブランド牛までは買えないけど、そこそこの肉、マルにも買ってあげるからな、マルコ。明日楽しみにしろ。マル寝るな。マルコさん寝そうの目を、もううとうとしてんな。あとね、これ、まあ余談なんですけどね、今日ね、うちのジムに、高校生、中学生の時、中学から高校の時いたんですよね。で、まあ、当然だから卒業して、大学ね、柔道で行ったんですよね。まあ、それぐらい柔道強いってことなんですけど、東京のね、まあ、行っていいのかわかんないですけど、拓殖大学行ったんですよね。で、まあ、卒業して、ね、今、地元の新潟帰ってきて、今日僕、久しぶりに、まあ、柔道ルールじゃなくて、ブラジリアンジューズっていう、ちょっとマニアックな、あれですけど、ブラジリアンジューズっていう競技を一緒にこうね、やったんですけどね。僕は柔道はやってなかったんで。うん。まあ、似てる競技なんですけどね。なんですけど、やっぱり、ブラジリアン柔術と柔道違うんで、
そのね、名前出すとあれが B 君って言うんだけど、B 君は柔道やってました、大学でね。中学の時からやってて。で、ブラジリアン柔術やってたわけじゃないんで、おっと、僕の畑なわけですよね。いくら僕がもう、衰えようが、体力、筋力、衰えようが、で、B 君はね、まだ22歳か3歳なはずなんですよ。22、3歳なんですよね。でも、身長もね、194センチだったか3センチだったか、まあ190オーバーなんですよ。少なくても190オーバーしてるわけですよ。体重も120キロぐらいなんで、まあ、168センチの62キロか61キロぐらいの僕とは、まあ体格差もあるんですけど、まあ、ルールはね、僕よりというか、僕がやってる競技よりというか、よりどころじゃなくて、そのルールでやってるんで、まあやられるとね、なんつうかな、まあやられてもまあおかしくないぐらいのいろんな差がもう起きてるわけなんですけど、ね、年齢とか体力とかね、体重とか筋力とかも違うし、ね、22、3歳って言ったらもう絶頂期ですよね、スポーツ的にね。マルコ。うん。なんですけど、二つ、まあ良かったと思ったのが、まあ一つがね、まあ二つ目の方が良かったと僕は自分で思ってるんですけど、嬉しいことなんですけど、まあ一つ目は単純に自分自身が、まあやられなくて、負けなくて負けなかったんで、まあ良かったなと、普通に思いました、個人的に。2個目は、まあ、それと、まあ、連動というか、同じようなことになっちゃうんですけど、ちょっとでも違うんですけど、僕が弱ってるところというか、弱い、なんですかな、僕に、その B 君が勝って、残念がられなかったってとこが良かったな、つってごめんなさい。すげえ説明いただいてごめんなさいね。マルコ置いて。マルコ置いて。マルコの力貸してくれ。マルコの力を借りて。はい、マルコありがとうね。なんつかな、がっかりするじゃないですか。向こうは。うん、B 君は、弱ったな、とか、全然勝てたぜ、とか、低い壁だったな、みたいな。なんつかな、ついに超えたぜ、じゃないですか。マルコ、マル、俺風呂入ったばっかなんだけど、ところどころダメだな、マル。マルコ、もう一回入らなきゃ。なんですけど、だから B 君ごめんなさいね、すごい下手くそで。B 君に負けないことによって B 君もクソ、まだ勝てなかったぜって思わせれて、B 君のために良かったなっていうところですね。うん。まだだから、おそらく頑張って倒さなきゃと。もっと頑張って、もっともっと努力して、いい練習、集中して練習して、まあ僕もね、あいつとは思ってないと、すごいいいやつなんで、あの人を超えなきゃって思ってくれたと思うんですよね。そこに持ってけて嬉しかったなっていうことですね。自分がやられなくてよかったっていうよりも、本当にがっかりというか、まあ大きな意味でがっかりさせなくてよかったなっていうのがすごい良かったです。うん。そこで簡単に超えたら、B 君的にも残念だと思うんですよね。残念というか、うん、まあ大したことなくなったな、まあもともと大したことないですけど、って思わせるとかわいそうだなと思ったんですよ。うん、本人のためにもやっぱり高い壁を用意してやりたいんですよね。まあ僕じゃなくてもいいんだけど、うん、まあにしろ、ね、まあそれをできてよかったかなっていうところですね。すいません。個人的、超個人的話で。はい。まあ B 君って文太君って言うんですけどね。ブーツ、でも強かったな。やっぱ力、体格差も、体格差は言い訳にしちゃいけないんだけど、組み技ではね。打撃系だったら言い訳にしてもいいと思うんですけど、体重差とかはね。僕個人的な五流格闘家の意見ですけど、組み技で体重の言い訳するっていうのはやっぱ本当単純な言い訳だと僕は思ってるんで、ただの逃げだと思うんですよね。うん。体重言い訳に、あいつは重いから俺勝てなかったぜとか。いや、ま、なんだけ体重あるから俺は負けたんだっていうのは、僕は言い訳だと思うんですよ、組み技。特にことブラジリアン柔術に関しては。ごめんなさい、柔道僕素人なんであれですけど、柔道の方がおそらく体重差って出ると思うんですよ。
だからブラジリアン柔術で、また別の話になりましたけど、すいません、今日はまあ、一人雑談ということで、マルコがいるけどね。マルコいますけど、僕の格闘技論じゃないですけど、全然来ないんで誰も求めてないと思いますけど、僕は組み技で体重を言うのはやっぱただの逃げだと思うんですよね。そして特にその中でもブラジリアン柔術で体重、あの人の方が重いから負けました。重いから負けたっていうのを持ってくる人は、僕いろいろ今まで見てきましたけど、この呪術界ぐらいですかね、僕はの。ブラジリアン柔術に関しては、体重を言い訳、練習とかで負けたとかね、いうのを、体重っていうのを使う人は、僕は今まで、その後その人があんまり成長したのをあまり見た時がないですね。体重とかに関して全く言わない人の方が負けてもね、いや、何々さん重いからってフォローしてもらっても、ね、第三者にフォローしてもらっても、マルさんすごい勢いで舐めてんね。フォローしてもらっても、いや、そんなん関係ないですよ。単純に自分が弱いから負けましたとか、自分の技術不足で負けましたっていう人の方が、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、その後、ぐいんと伸びてますね。僕、今まで見てきたんですけど。はい。僕もどちらかというと、言い訳派だったんで、恥ずかしながら、めちゃくちゃ僕、ここが弱いんで、心臓って言えばいいかな。ハートが、心が、僕は弱いんで、弱かったね、昔から。試合前もすごい緊張してましたね。最後の最後まで、どんなにベテランというか、いっぱい何試合経験積もうが、僕は結構ハート弱かったですね。毎回ドキドキ。試合前、3日前ぐらいもすごいもうおどおどしてましたよ。まあ、その試合前に緊張するとかっていうのは、僕はマイナスだけじゃないと思うんですよ。やっぱりある程度緊張感持ってやった方が、集中力とも上がったりするし、気持ちも入ると思うんでね。まあでもやっぱり結構、ヘラヘラしてるような人の方がなんか強いですね、試合って。それも、マル、俺の肘美味しいんか？マルコ、俺の腕美味しいんかなんか。どういうこと、マル？マルさん、べったべったですよ。もう一回フロスは。マル、超めんどくさいんだけど、マルコ、ビール飲んだ後風呂入るのすごいめんどくさいんだけど、マルコ、すげえ勢いでマルさん舐めてますよ。はい。ということで、はい。今日だから、まあ、文太さんに負けないで、で、文太さんに、をがっかりさせなくてよかったなって思いました。っていうとこですかね。あと、チャンネル登録者5000人の話ですよね。そういうことです。なので、これから YouTube 始めようと思ってるけど、いやーとか、なんか芸能人とかなんかいろいろ来てるし、どうしようかな、やめようかな、やっても意味ねえよな、とか思ってる人、頑張ってください。僕みたいなね、マイナス要素しかないような人でも、努力をすれば、5000人ぐらい行くわけですよ。そう考えれば心強いんじゃないですかね。こんなやつでも5000人行くなら、俺はもっと行くぜって皆さん思えたんじゃないですかね。ね、マル。すごいね、マル。マルコ。ちかさ、マル。これ、マルがペロペロ舐める動画だよ、単純に。なんかあった、マル。マルコ。マルコ。マル。ちょっとマルコさんが狂ったように僕を舐めてるんですよね。僕、美味しいみたいですね。脂肪が乗って美味しいんですかね。マル、油が乗ってて美味しいんか。昨日ね、余談ですけどね、昼ラーメン家でした。そして夜、焼き鳥屋行ったんですよ。でね、僕昨日焼き鳥57本食いました。でね、さすがに今日ね、お腹壊しました。本当ね、6時ぐらい、18時過ぎぐらいまでね、なんかすげえお腹気持ち悪かったです。なんか、頭痛もしましたね。もちろん焼き鳥のせいかわかんないですけど、すっごいうまい店見つけたんですよ。
ここで名前を言おうかどうか迷うんですけど、ちょっともったいぶって、ちょっとその話はまたします。ちょっとそのお店ね、動画がね、NG だったんですよね。すげえこだわりのお店で、動画撮影 NG なんて思ってないんで、こう、撮り始めたんですよ。そしたら、なんていうの、マスターじゃないね、親父さんって言えばいいですかね。店主さんが、とにかく、ああ、うちそういうのダメだよって言って、怒られました。と思って、今時ダメなんかいと思ったんですけど、思いました。で、くそーとか思ってたんですけど、と思って食ったら、うーわっていうぐらい焼き鳥がうまかったんですよ。なので、そんないっぱい食っちゃったんですけどね。食いすぎましたね。レバーがすっげーうまかったですね。レバー好きなんですよ。まあ、好きな人多いと思いますけど。レバーとね、トントロって言わないんかね。豚バラだったかな。豚の串がすっごい美味しかったですね。トントロって焼肉か。すっごい、あと、ぼんじりもすごい美味しかったですね。鶏のお尻ですよ。脂肪たっぷりのとこ。それ系食ったから、マルコさん今俺を舐めたから。マルコおいで。マルコおいで。マルコさんが来ました。まだ俺体から油出てんかな、昨日の焼き鳥の。昨日はだからね、昨日は好きなもん食える日だったんで、俗に言うボディービルダー風に言えばチートデーってやつだったんで、ラーメン食べて焼き鳥死ぬほど食ったんで、おっと。その後家帰ってきてね、アイスとかもいっぱい食ったんですけど、それでマルさんがこんななのかな。ちょっとね、すいません。ちょっと気持ち悪くて申し訳ないんですけど、ちょっとせっかくなんでマルさんの舐めるとこもうちょっと見てもらっていいですかね。アップで。マルみんなにちょっと見せてあげて。あーし、マルさん飛びついてきたわ。マルの顔がさ、俺の顔映してもどうしようもないからさ。俺の気持ち悪い顔じゃなくて、マルの可愛い顔にしよう。あーし、よし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 。これぐらいマル。おっと。ほい。マルさん。ほい。はい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 。マル高い。マル高いか、打点。これぐらいにしようか、マルさん。どうですか、マルさん。そっちがいいんかい。こっちの手か、マル。マルコ。っていうか、マルさ、これさ、すげえ内容のない動画なんだ、話ばっか俺してんだけど、何気に結構いい時間経ったよ。マル。多分、ここまで見てる人多分、ほとんどマルいないよ。それかさ、犬が、人間を舐めるペロペロ動画のフェチの人ぐらいしかこれ多分丸見てないで。丸一生懸命舐めてちゃう。俺風呂入るからもうガンガン舐めてもらっていいよ、丸。丸子、ほい。ほい。ビオレで体洗うからさ、丸。ガンガン来ても。ほい。はい、肘。はい、丸。はい、肘。ほい。ほい。ほい。今度いいの、丸。あ、来た。あ、来た。はい。マルさん、お願いします。ということで、マルさんが飽きたみたいなんで、じゃあこの辺かな、マル。俺も風呂入ってさ、もう一本ビール飲みたいから。マル、とりあえずな、チャンネル登録者5000人いけたわ、マル。ありがとな、マルコ。お前の力もあるよ。認めるよ。な、マルの力で10人ぐらい増えたって言ったけど、もっと増えてんな。少なくても俺よりマルの方が力あるわな。マルな。マルコ。マルコそろそろじゃあ終わるか。みんなも飽きてきたし、多分、ここまで見てる人もいないと思う。マル。はい。じゃあね、とりあえず僕もびっちゃびっちゃなんで、マルコ。マルコいいか本当に。はい。じゃあ、マルさんね、最後、マルさん挨拶しましょうか、マル。ね。はい、マル、こっちこっち。マル、わかった。お前の気持ちわかったから。最後、みんなに、締めの挨拶しようよ。マルコ。マルコ。はい、マルコ。マルコも日本犬なんだからさ。礼儀は大事だよ。マルコ。わかったわかった。はい、皆さん、ありがとうございました。マルコ。はい、ありがとうございました。
次は1万人目指して頑張りまーす。